橋本浩一君。自由民主党会派、和みの橋本浩一でございます。質問の前に、質問の順番を議長のお許しを得まして、2番と3番を入れ替えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは質問に入らせていただきます。令和元年初の定例議会での一般質問を行う機会を与えていただいた皆様に、心より感謝を申し上げます。令和の元号は万葉集の初春の霊月にして気よく風をあらぎ、梅は狂前の墳を開き、蘭は背後の甲を変わらすの序文から命名され、安倍首相は春の訪れを告げ、見事に咲き誇る梅の花のように、一人一人が明日への希望とともにそれぞれの花を大きく咲かせることができる、そうした日本でありたいとの願いから令和に決定されたと述べられております。大地震、大洪水等大変な天災の苦難もみんなの助け合いで乗り越えてきた平成の日本人が、さらに今後も心を寄せ合って本当に美しい平和な日本であってほしいとの思いが感じております。令和の年がそのような年であってほしいと願うものです。それでは質問に入らせていただきます。今回は3つの項目について質問いたします。質問1項目目、本市の生姜産地維持について質問いたします。本市の中山間地の有利な作物として生姜があります。ここ近年価格も高値安定が続き、市場評価も高く、安心して栽培できる作物でありますが、高価格で推移しているにもかかわらず、年々栽培面積は微減の傾向にあります。市としてこのような傾向にどのような現状認識されているのか、農林水産部長にお尋ねいたします。次に2項目目、新庁舎建設事業について質問いたします。平成31年3月定例議会に、定例議会において、ようやく建設工事受け入れ費、継続費が可決され、工事着工に向けて作業が進められていると思いますが、現在の進捗状況を財務部長にお尋ねいたします。最後の3項目目、市長の基本政策の進捗状況について質問いたします。市長2期目、今年9月が折り返し点となります。この2年間、大きな事業がスピード感を持って進められてきているのが、見て取れます。そこでこの2年間、市長が掲げられました5つの基本政策がどのように進められ、そして折り返し点の現在、どのような進捗状況で、どのような成果として捉えておられるのか、総務企画部長にお尋ねいたします。以上で壇上での質問を終わり、あとは発言席で行います。沖田農林水産部長。おはようございます。おはようございます。議員ご質問の1項目目、本市の生姜産地維持についてお答えいたします。中山間地域における代表的な作物で、高収益作物でもある生姜は、担い手の高齢化や後継者不足などから、本市での作付面積は、平成24年の75ヘクタールから、
平成29年の68ヘクタールへと近年減少傾向にあります。生姜栽培における大きな課題としまして、生育途中で病原菌によって生姜が枯れてしまう根系腐敗病がございます。この根系腐敗病は病気にかかった生姜の残渣による土壌伝染や感染した種生姜の使用により発生し、大雨などで圃場が冠水したときに多発する傾向にございます。また一旦発生した圃場では大幅に収穫量が減少するとともに、状況によっては以後数年間は栽培ができなくなるなど、生姜の栽培におきまして最も厄介な病気となっております。その対策としまして、長年特に効果を発揮していた土壌消毒剤の集荷メチルが使用され、産地での安定的な生産を支えてきました。しかしながら1992年のモントリオール議定書の中でオゾン層破壊関連物質に指定されたことから、2013年以降その使用が禁止をされております。そのため生産の現場では集荷メチルに代わる土壌消毒剤の使用や栽培管理の徹底などに取り組まれておりますが、根系腐敗病は増加傾向にあり、有効な土壌消毒の方法や栽培管理技術の確立が重要な課題であると認識をしております。以上お答えといたします。議長。橋本浩一君。はい。本市の生姜栽培面積については、平成20年の75ヘクタール、平成29年には68ヘクタールに減少し、その原因として、高齢化や後継者不足等とともに、栽培面での根系腐敗病が大きな原因であると認識しておられるとのことでございます。この病気が出た当時、この問題の対策として、集荷メチルが利用され、非常に高い効果があったのですが、オゾン層の破壊関連物質として指定され、モントリオール議定書により使用が禁止され、それ以降、行政、JA、生産者一体となって、根系腐敗病対策に取り組んでおられますが、これといった決め手が見出せない状況のようでございます。平成29年12月の定例議会の一般質問で、この病気の対策について質問いたしましたが、その後どのような対策が検討されているのか、農林水産部長にお尋ねいたします。議長。沖田農林水産部長。はい。自席よりお答えいたします。集荷メチルの代替としましては溶化メチルがありますが、根系腐敗病に対しましては一定の効果が認められるものの、価格が高いことや雑草に対する防除効果が薄いといった課題がございます。そこで現在 JA 八代の生姜部会では、比較的安価な土壌消毒剤としてタゾメット剤やクロルピクリン剤等の使用を推奨しているところでございます。しかしながらそれぞれに効果が異なり、従来の集荷メチルに比べ大幅に手間がかかることもあり、生産現場においては普及には至っていない状況でございます。そのため昨年度から熊本県中山間農業モデル地区支援事業等を活用し、低濃度エタノール還元消毒による実証試験を行っております。この低濃度エタノール消毒還元消毒とは、これまでの土壌消毒と違い、低濃度のエタノールの使用で土壌中の微生物が活性化し、合わせて圃場の土をビニール等で密封することにより土壌を還元状態にすることで、病害の原因となる細菌等を殺菌するというものでございます。また低濃度エタノールは農薬にカウントされないことから、環境にも優しい技術といえます。昨年度の試験では一部の細菌は増加したものの、根系腐敗病の原因菌であるピシウム菌が低減されるなど一定の効果が確認されており、今年度は試験圃場における生姜の生育状況を調査することとしております。また今回の実証試験では、
製油したエタノールの濃度、ビニールの張り方や土壌の水分状態などの違いもあったことから、今後低濃度エタノール還元消毒における最適な使用条件や栽培管理技術を確立するため、来年度以降についても継続して実証してまいりたいと考えております。以上お答えといたします。以上、橋本浩一君。はい、ありがとうございました。低濃度エタノール還元消毒ということでございますが、まあ、これは従来の農薬の菌を直接殺す土壌消毒とは違って、微生物を活性化し、また土壌を密封し還元状態にすることにより、土壌病害の原因となる菌を殺菌する、まあ、いわば環境に優しい方法が、まあ、現在検討されているとのことでございます。この方法でのこれまでのデータを見せていただきましたが、根茎腐敗病の原因とされるピシウム菌は消毒前は多く検出されていたのが、消毒後は検出ゼロとの結果で、まあ、期待が持てるようでございます。まあ、しかしながら今回の方法は、大量の水を必要とすることなど、まあ、多くの課題もあるようで、ぜひ、まあ、継続した実証試験を行っていただきたい思っております。そしてまた、まあ、栽培管理技術を確立していただきたいと思います。まあ、今回の県のこの実証試験は単年度のみの実証試験だそうで、まあ、ぜひ、まあ、本市も中心になって、JA 生産者と一体となってですね、この低濃度エタノール還元消毒の技術の確立を行っていただきたいと思います。またJA の営農指導員の方に伺いますと、まだ他にもこのような似た資材もあるとのことでございますので、ぜひですね、これらの資材とともに実証試験を試験に取り組んでいただきますよう、まあ、要望いたします。この試験にはまた予算も伴うことでございますので、財務部長もですね、この認識を十分していただきますよう、対応していただきますようお願いいたします。そしてまたこの前ですね、まあ、産地維持ということでございますが、JA社の生姜部会の総会に出席させていただきました。生姜部会の中にですね、まあ、県外の大阪、北九州市、久留米市からこの生姜栽培を本市で行いたいと移住され、現在生産者のところで栽培技術を学んでおられる若い夫婦とですね、まあ、単身で来ている若者の姿がございました。まあ、来年度からはですね、農地を借りてこの生姜栽培を始めるということで、まあ、本当に心強いまた後継者が誕生したわけでございますが、これからのこの産地の維持の姿を見た思いでございました。まあ、しかし残念なことに、この住んでおられるのがお二人の方は氷川町にもう家を借りておられるということでございます。まあ、これからですね、ぜひ本市でも空き家対策、それから移住定住対策でのこの情報を共有されてですね、これらの方々の受け皿をぜひ構築していただきたいと思います。そしてまたこの市独自のですね、恩恵があれば、なおさらこういう人たちがまだまだ来ていただけるんじゃないかなという、そういう思いもしております。この問題は今後も注視させていただきまして、この項の質問を終わらせていただきます。次の2項目の新庁舎建設事業についての答弁をお願いいたします。佐藤財務部長。橋本議員お尋ねの新庁舎建設事業の進捗についてお答えいたします。新庁舎建設事業につきましては、基本実施設計業務に平成29年2月より着手し、基本設計を平成30年5月末に完了し、6月にその内容を新庁舎建設促進特別委員会にご報告しております。その後引き続き実施設計に着手し、現在免震構造に必要な性能評価が終了し、大臣認定、計画通知といった法定手続きを進めているところです。議員ご承知のとおり、3月議会におきまして、
免震・制震装置の検査データ改ざん問題による実施設計の遅れから当初予算に計上することができませんでしたが、災害復旧という観点から一日も早く事業の進捗を図るため建設事業費を積み上げ精査し、なんとか追加提案に間に合わせご承認いただいたところです。その後、建物の配置や内部のレイアウトが実施設計で確定し、出入り口の位置や給排水及び電気設備の経路も決定することができ、実施設計も最終段階を迎えております。今後工事着工に向け手続きを進めてまいりますが、工事の適正化を図るため、まず建築基準法第5条の6第4項及び建築司法第2条第8項に規定されている工事が設計図書の通りに施工されているか確認するために必要な本体工事の管理業務を委託してまいります。合わせて敷地内の通路や雨水排水計画及び植栽計画などの外構工事の実施設計を早急に進めてまいります。以上お答えといたします。議長、橋本浩一君。はい。3月定例会合法、建物の配置や内部のレイアウトが実施設計で確定し、出入り口の位置、給排水および電気設備の経路も決定し、実施設計も最終段階を迎えているということで、理解いたしました。これから入札工事着工に向け、各種手続きを進められ、まずは管理業務委託及び外構工事の実施設計へと順次取り組んでいかれるということで理解いたしました。そこでやがてこの実施設計でも完了するとのことでございますが、新庁舎建設促進特別委員会でも質問があっておりましたが、CLT 工法とですね、それから八代市産材の活用についてどのような対応を考えておられるのか財務部長にお尋ねいたします。佐藤財務部長。はい。自責より、新庁舎建設における CLT の使用についてお答えいたします。市民の方々の関心が高い新庁舎建設において八代市の主要な産業を活用した庁舎建設が期待されているものと考えております。実施設計において庁舎機能を十分に発揮できる執務空間となるようフレキシビリティの高い上柱空間を確保し、自由な動線計画を採用するため、できるだけ柱の少ない大スパン加工を採用できる工法を検討いたしました。これを実現させるために引き板の層を各層で互いに直交するように積層を接着した厚型パネルを建物の床の一部に構造材として使用した工法を採用することとしました。この工法は直交修正材、いわゆる CLT を用いた工法であり、メリットとしては大空間を構成しつつ、鉄筋コンクリート像や鉄骨像と比較して建物の軽量化が図られ、耐震性の面で非常に有利であることと、また一番の特徴として持続可能な循環型資源である木材を積極的に使用することで森林資源の有効活用が期待できることです。木材の消費に関してはかねてより議会をはじめ県産木材需要拡大県民運動推進会議や八代地域木材需要拡大推進協議会などの関係団体から公共工事において八代市産の木材の活用を強く要望されておりましたので、今回の CLT 工法の採用にあたり本市の基幹産業の一つである林業の活性化を図るため、使用する木材を八代市産材で 100% 賄えるよういろんな手法を検討いたしております。以上お答えといたします。以上、橋本浩一君。はい。CLT 工法のメリットを最大限生かした大スパン加工が採用できて、それからこの建物の軽量化を図ることによる耐震性の面でも非常に有利であるとのことで理解いたしました。そしてまた使用する木材は八代市産材 100% で行うことが
できるよう現在、まあ、いろいろな検討をされているということでございますのでですね、ぜひ八代市産材 100% 利用できますよう、まあ、くれぐれもお願いいたしまし、お願いいたしたいと思います。まあ、ここで再三質問させていただきますが、これまで精神装置の検査データ改ざん問題が公表されたことにより、本市の新庁舎設計にも再検証が必要となり、3ヶ月の設計期間が延長されましたが、これら工事、これから工事着工となりますが、現在いろいろな不安な点がマスコミ等で取り上げられております。取り上げられておりますが、工期についてですね、どのように考えておられますか、財務部長にお尋ねいたします。議長、佐藤財務部長。はい。自席より新庁舎建設事業の工期についてお答えいたします。昨年10月に大手威圧機器メーカーの免震精神装置の検査データ改ざん問題が公表され、新庁舎建設においても免震装置の一部変更が生じ、構造にかかる設計変更と構造計算の再検証が必要となり、この結果約3ヶ月間の委託期間の延長が必要となりました。また国の働き方改革により本年4月1日より働き方改革関連法が順次施行されている中で、建築業界においても2018年3月20日に建設業働き方改革加速化プログラムが策定され、その中で発注者に対して長時間労働の是正などガイドラインに従って工期を設定するように協力が求められております。基本設計時に想定していた建設工期21ヶ月が労働時間の適正管理に適合するかなど検討しました結果、約4ヶ月間延長した25ヶ月の工期が適正と判断したところです。新庁舎の建設工期においては適正な工期を確保することは工事現場で作業される労働者の健康と安全の確保には不可欠であり、これはより良い新庁舎の建設に寄与するものと考えております。免震装置の再検証のための約3ヶ月間と働き方改革による約4ヶ月間の期間を合わせまして、新庁舎建設事業は現在周知しております令和3年3月末の完了見込みから約7ヶ月間延長した同年10月末の完了となる見込みです。以上お答えといたします。議長、橋本浩一君。国の働き方改革の中で建設業界では建設業働き方改革加速化プログラムが策定され、その影響が当初21ヶ月の建設工期が4ヶ月延長され、25ヶ月の工期が必要と判断されたとのことでございます。これは法的なことと、これに基づき作業される労働者の皆さんの健康と安全の確保の面では不可欠なことでございまして、それが結果としてより良い新庁舎の建設のためであると納得いたしました。このことから完了見込みは平成3年3月末から7ヶ月延長した10月末の完了と理解いたしました。そこでいよいよ完成が令和3年10月末と目処が見えてまいりましたが、今の市長の新庁舎建設にあたっての思いを伺いたいと思います。市長、中村博夫君。皆さんこんにちは。橋本議員ご質問の思いについてお答えいたします。新庁舎建設にあたりましては、基本設計終了後市民の皆様にも昨年7月から11月にかけまして実施いたしました、みんなと未来を語る市政懇談会を通しまして、設計内容をしっかりご説明し一定のご理解はいただいたものと考えております。そのような中、先ほど部長の答弁にもありましたとおり、昨年末の免震精神装置の検査データ改ざん問題、そして政府が打ち出しております働き方改革に伴う
建設工期の適正化などによりやむなく予定工期を延伸することになりました。市民の皆様をはじめ関係者の皆様方に大変ご不便をおかけしますことになり申し訳なく思っているところでございます。熊本地震から3年余り、市民の皆様に対し一刻も早い防災活動の拠点施設としての機能と各種手続き相談が迅速にできる窓口部門を集約したワンストップ機能を充実させた新庁舎の提供こそが最も重要であります。これが市長としての責務であると思っております。今後も震災復興のため、全力で取り組んでまいりますので、橋本浩一議員はじめ議員各位におかれましてもなお一層のご理解ご協力のほどよろしくお願いいたしまして答弁とさせていただきます。議長、橋本浩一君。はい、ありがとうございました。市長1期目のこの熊本地震から3年経過し、その間市民の皆さんはですね、業務が各所に分散することの不便さ、それから大変さを実感され、市長はそれを市民の声としてこれまで聞いてこられました。その思いからワンストップサービス機能の充実、それから防災拠点機能を持つ庁舎、それらの観点から基本設計の見直しをされ、現在に至っていると思います。市民の皆さんに親しまれる新庁舎が令和3年10月末に立派に完成することを願いまして、この講を終わります。次の3項目目、市長の基本政策の進捗状況について答弁願います。松村総務企画部長。はい、皆さんこんにちは。議員ご質問の3項目目、市長2期目における基本政策の進捗状況についてお答えいたします。本市におきましては平成30年3月に市の将来像、幸せあふれる人物交流拠点都市八代および目標人口12万人を掲げました第2次八代市総合計画を策定しております。議員お尋ねの市長の基本政策につきましては、第2次八代市総合計画の第1期基本計画の中で、八代市重点戦略として整理し、各事業に取り組んでいるところでございます。この八代市重点戦略は、第2次八代市総合計画に掲げられております将来像および目標人口の実現に向けまして、限りある財源を重点的に投入するため、第1期基本計画の計画期間でございます4年間で特に重点的に取り組む施策および事務事業を取りまとめたものでございます。その構成としましては、市長が特に進める取り組みと市民意識調査結果による優先取り組みを6つの柱で整理しております。そのうち市長の基本政策につきましては、市長が特に進める取り組みという位置づけのもと5つの柱に整理しています。まず1つ目の柱では、農林水産業のさらなる振興、次に2つ目の柱では、経済の浮揚と雇用交流人口によるにぎわいの創出、3つ目の柱では、誰もが幸せを実感できる暮らしの実現、4つ目の柱では、安全安心で魅力ある都市を築く、最後に5つ目の柱では、誇るべきふるさとを未来につなぐとしております。またこの5つの柱にはそれぞれに重点取り組みを設定しており、合わせて30の取り組みを推進することとしています。その進捗状況としましては、平成30年度に6つの取り組みを達成しており、本年度におきましては5つの取り組みにおいて達成が見込まれているところでございます。これまでに達成している取り組みを具体的に申し上げますと、若者の地元定着と地元企業を支援するため実施しているつながるインターンシップ事業では、
平成30年度のインターンシップの参加学生数が200人を超えるなど、相当の効果が出ているところでございます。また、市民の健康づくりを支援するための健康づくり応援ポイント制度の導入や、未来を担う児童生徒の学びを地域とともに支援する八代学校子ども教育応援基金を創設しております。路線バスや乗り合いタクシーといった公共交通におきましては、より利用しやすい公共交通体系の構築を目指し、運賃や路線の見直しを実施し、利用者の利便性の向上を図りました。このほか、市政の見える化を推進するため、みんなと未来を語る市政懇談会の開催や、今後さらに進んでいくと思われます国際化に備え、諸課題の解決に向け、市の組織として国際化を新たに設置し、基本方針を策定するなど、掲げられた取り組みを着実に達成してきています。またその他にも、イグサハーベスタの導入支援の実施や、地域防災計画の見直しを行っているところでございます。今年度におきましては、幼稚園・小中学校の普通教室へのエアコン設置を前倒しで進めており、すでに工事に着手している状況でございます。また、高齢者・障害者の生活支援の取り組みとして、徘徊などにより行方不明になった高齢者などの早期発見・保護につなげるための捜索機器や見守り機器の購入費用の一部を助成する事業を開始しています。さらに、これまで段階的に拡充を行ってまいりました子ども医療費助成につきましては、今年10月から高校生に限らず18歳に到達する年度末までの医療費の無料化を実施します。このほかにも、産後退院直後で家族などから十分なサポートが得られない母子を対象とした産後ケア事業の導入、また地震時における児童生徒などの安全対策や、大規模災害時の避難所の機能確保のための学校施設の非構造部材の耐震化の完了などを見込んでいるところでございます。また市内全域の超高速ブロードバンドの整備や、八代の宝である八代名誉建材をはじめ、市内に残る無形民族文化財の保存継承と情報発信拠点となる八代民族伝統芸能伝承課括弧仮称の建設、災害対策活動拠点や町づくりの核となる新庁舎の建設につきましては、すでに事業に着手し、次年度以降の完了が見込まれております。さらにはすでに事業に着手し、今後も継続して推進していく事業としまして、食に関するあらゆる産業が活性したフードバレー八代の実現や、2019女子ハンドボール世界選手権大会をはじめとしました国際スポーツ大会や合宿などの誘致、現在大型クルーズ船寄港に伴い八代港で進められております旅客ターミナルなどの整備を踏まえ、今後増加が予想されるインバウンドの需要を取り込む体制の構築など、これらの取り組みにつきましては、引き続き県や民間事業者などと連携して取り組んでいく必要があると考えております。このように計画策定から1年ではありますが、事業の達成着手した取り組みが全体の4割を超え、順調に進めているところであり、今後も引き続き市長の基本政策の実現に向け、各種取り組みを着実に推進してまいります。以上お答えといたします。橋本浩一君。詳細に答弁いただきましてありがとうございました。5つの基本政策に、市民の皆さんの要望を加えた6つの基本政策のもとに、事業を振り分けられ、5つの基本政策では30の事業を重点的に取り組んでこられ、その中で、つながるインターンシップ事業、健康づくり応援ポイント制限制度の導入、八代学校子ども教育応援基金の創設、路線バス、乗り合いタクシーの公共交通体系の見直しによる利便性の向上、それから市政の見える化の推進、国際化に備えた取り組み、イグサのハーベスターの導入、そして幼稚園、小中学校のエアコン設置、
子ども医療費18歳までの無料化、産後ケアの導入などは、今年度に取り組まれ、市内全域の超高速ブロードバンドの整備、八代民族伝統芸能伝承館仮称の建設、新庁舎の建設、これらは今年着手され、すでに事業が着手され、今後も継続して推進していく事業として、フードバレー八代、国際スポーツ大会や合宿等の誘致、大型クルーズ船に対応した旅客ターミナルの整備等、全体の4割を超えて事業達成着手しているとのことでございます。これは策定から1年ということで、この短い期間でですね、スピード感を持った大きな成果が上がっている、評価できると思います。これらの事業の中でですね、いくつか取り上げ、質問いたしたいと思いますが、まずはフードバレー八代、畳表文化の最後の砦であると思っております。八代いぐさ産地の守るための異業振興についての進捗状況について、農林水産部長に、それから次に、市民の皆さんが以前から要望があり、期待されております、市内全域の超高速ブロードバンド化の整備状況について、総務企画部長に、そしてまた3番目に、温暖化対策として、念願であり、早急に対応された学校施設、空調設備設置事業の内容、および全体事業スケジュール、事業の進捗、設置後の運用について、教育部長にお尋ねいたします。以上、沖田農林水産部長。はい、議員ご質問の八代市重点戦略におけるフードバレー八代と異業振興の進捗状況についてお答えいたします。まずフードバレー八代の進捗状況でございますが、本市の豊富な農林水産物を中心とした食に関連する幅広い取り組みを展開するため、平成26年3月に策定いたしましたフードバレー八代基本戦略構想に基づき、これまで国内外への販路の拡大や新商品の開発等を行っているところでございます。国内における販路拡大におきましては、東京、大阪、福岡などの都市圏でのフェアの開催による認知度向上と魅力発信に取り組んでおります。また、企業、メーカー等に対し、本市の成果物や加工原料等の提案を行ってきたところ、近年、食品製造事業者の原料として冷凍いちごが採用されるなど、その成果が見え始めたところです。海外への販路拡大につきましては、台湾台北市での食品見本市への出展、香港での万平油フェア、飲食店での八代フェアの開催を契機としまして、農業者団体等との連携により8品目の輸出が実現するなど、着実な成果につながっております。新商品開発におきましては、平成30年度は八代産万平油を使用した焼き菓子をはじめ、5事業者により6品目が開発され、本年度におきましても7品目の新商品の開発を目指し、支援をしているところです。さらに、福岡を中心とした都市圏におきましては、商品の提案や PR、販売体制に関するアドバイスなど、開発した商品の販路開拓や経営戦略に関する支援も強化しているところでございます。今後も引き続き関係機関と連携を図り、フードバレー八代の実現に向けて取り組んでまいります。次に、本市の異業振興の進捗状況でございますが、かねてから要望しておりましたいぐさ刈り取り機ハーベスターの再生産が叶い、国や県の補助制度を活用し、平成29年度から本年度までの3カ年で101台の導入が完了しております。
また、いぐさの植え付け作業における省力化が可能なカセット式移植機につきましては、メーカーから再生産に応じる意向とその条件が示されたところです。そこで現在、生産者に対しまして意向確認のためのアンケート調査や説明会を行い、購入希望を募っているところで、引き続き JA や関係団体と連携しながら導入に向けて取り組んでまいります。さらに、異業振興の一環としまして、本年度から新規事業としまして、八代畳表認知向上、販路拡大事業を立ち上げ、国内外での認知度向上と需要の拡大を図るため、いぐさ畳表に関連する企業や建築・建設業界、住宅メーカーなどへ八代畳表の PR や積極的な活用について働きかけを始めたところです。今後も省力化のための機械の導入と合わせまして、八代畳表の需要拡大を図り、ハード・ソフトの両面から国内随一のいぐさ産地を維持していきたいと考えております。以上お答えといたします。松村総務企画部長。はい。私から市内全域の超高速ブロードバンド化の状況についてお答えいたします。超高速ブロードバンドの整備方法につきましては、施設整備後の維持管理運用を通信事業者に行っていただくため、民設民営の方式を取り、整備に要する初期費用の一部を市が補助することとし、今年度から事業に取り組むことといたしております。4月に整備事業者の公募を開始し、応募のあった2社でプロポーザルを5月下旬に実施し、2名の有識者を含む11名で構成する選定委員会で審査した結果、最も優秀な提案のあったNTT 西日本熊本支店を整備事業者として選定いたしました。提案された事業に要する総事業費は総額約18億円で、そのうち9億4500万円を市が補助する見込みでございます。また整備スケジュールにつきましては、本年度に早速設計調査等を行いまして、特に企業が集積し新たな企業進出も計画されております流宝地区でのサービス開始を皮切りに、令和2年度には日名具、二見、鏡沿岸部地区、令和3年度には東洋、泉地区、令和4年度には坂本地区でサービスを開始する予定としております。市といたしましては、市内全域の超高速ブロードバンド化が地域の情報格差の解消を図り、今後ますます進む情報化社会の恩恵を市民が等しく受け取ることができるように、また地元企業の経済活動と企業誘致のさらなる促進を図り、雇用確保や地域経済の扶養に大いに貢献するものと考えておりますので、整備事業者と連携して着実に整備してまいります。以上お答えといたします。桑田教育部長。議員ご質問の学校施設空調設備設置事業の内容および全体事業スケジュール、事業の進捗、設置後の運用についてお答えいたします。学校施設への空調設備設置事業につきましては、八代市重点戦略に位置づけ、誰もが幸せを実感できる暮らしの実現を目標に、夏季冬季における児童生徒などの健康維持と学習しやすい環境を確保するため、すべての幼稚園、小学校、中学校の普通教室などに空調設備の導入を進めているところでございます。設置対象教室はすべての普通教室と特別支援教室、それと理科室、音楽室、図書室等の特別教室に設置予定でございます。また各学校の一部の普通教室等にはガスを燃料とした空調設備、発電機付き電源自立型
ガスヒートポンプを設置いたします。これは災害時などの停電時でもエアコンが使用でき、また一部電源としても使用できるものとなっております。全体の事業スケジュールとしましては、当初は平成30年度から令和2年度の3カ年での事業を予定しておりましたが、昨年夏の国書を受け、児童生徒の健康維持と学習しやすい教育環境を早期に確保すべきと判断し、当初計画より1年前倒しを行い、今年度中にすべての幼稚園、小中学校に空調設備を整備することといたしました。現在の事業進捗としましては、幼稚園、中学校、泉小学校につきましては、今年の3月に工事請負契約を締結し、現在、各学校で工事を行っている途中で、9月末までに工事完了を目指しております。小学校につきましては、現在、入札手続きに向けて準備を進めている状況で、来年3月の工事完了を目指しております。最後に、空調設備の設置後の運用につきましては、児童・生徒の体調管理と学習しやすい環境の確保、また環境負荷の低減や光熱費の節約など、適切な運用ができるよう、文部科学省が定めております学校環境衛生基準をもとに、空調設備の運用指針を策定しており、各学校に対しまして周知を図ってまいります。以上、お答えといたします。議長、橋本浩一君。ありがとうございました。フードバレーや白の事業については、着実にこの成果が上がっているようでございます。今後さらなる事業展開をですね、国内外に推進していただきたいと思っております。またイグサの振興については、日本の文化である畳文化を守るためにも八代イグサ産地維持はどうしても必要でございますが、これらの農業機械対策ですね、それから最後に答弁されましたこの PR 事業にもですね、積極的に今後も取り組んでいただきまして、この八代の異業産業を守っていただきたいとお願いしておきます。それから市内全域の超高速ブロードバンド化の整備については、これまでの上格差が解消されることとなりまして、その方法としては民設民営で市がそれに補助金を出すという形でこれから整備を進められるということでございますが、この完了後はですね、企業はもちろんのこと、この市内全域に大きなこの恩恵がこれから得られるんじゃないかなという、そういう思いがしております。また学校施設空調法設備設置事業については1年前倒しでの早急な取り組みがなされたわけでございますが、設置後は運用指針のもとにですね、早急に子どもたちのこの学習環境の改善の一役を担っていただければ、思っております。ぜひ早急なですね、対応をお願いしたいと思っております。次の質問でございますが、市長の2期目の折り返しということでございますが、この2年間どのような思いでこの事業を進めてこられ、そして残りのこの2年、残りの2年、どのような思いで進めていかれるのか、その意気込みをですね、聞かせていただきたいと思います。市長、中村博夫君。ご質問の2期目の折り返しを迎えるにあたっての今後の展望と思いについてお答えいたします。市民の皆様から2期目の負託を受けまして2年を迎えようとしております。この間1期目に準備してまいりました取り組みをしっかり形にするという強い信念のもと、
八代らしい経済発展と暮らしやすさの実現に向けて掲げた5つの基本政策を第2次八代市総合計画の重点戦略に位置づけ、取り組んでまいりました。その成果といたしまして、重点戦略30項目のうち、本年度までに11項目を達成する見込みでございます。そのほか着手済みのもの、継続して推進しているものも含めますと、多くの取り組みについて結果が現れてきているというふうに認識しております。これから任期の後半を迎えるにあたりまして、すべての重点戦略の達成を目指し、農業をはじめとする第一産業の活性化なくして安野の発展なしという一貫した思いのもとに、担い手の育成、そしてフードバレー八代の推進、遺産業の振興、林業水産業の振興など、より積極的に取り組んでまいりたいと考えております。そしてまた人流と物流の拠点都市として、世界に開くゲートウェイ八代港の整備を促進するとともに、国際クルーズ拠点の完成に合わせまして、インバウンド効果を本市の経済活性化の起爆剤とするためのおもてなしの充実、あるいは中心市街地や観光地の魅力度向上などにも力を注ぎ、本市の産業経済の発展に努めてまいりたいと考えております。そして本市の未来を担う子どもたちのため、教育環境の整備、そして子育て支援と地域福祉の充実、災害対策活動の拠点となります新庁舎の早期建設、そして避難所の充実などにより、本市に住む誰もが安心安全で幸せを実感できることができる街づくりを進めてまいります。また本市のさらなる飛躍に向けた八代物流拠点構想の推進、そして八代天草架橋の建設など、国県関係団体とより一層連携を深め取り組んでまいります。これをさらに力強く進めていくために、現在取り組み中の施策の推進はもちろんでありますが、本市を取り巻く社会情勢等の変化に伴う課題に対応するために、重点戦略に新たな取り組みを加えるなど、現在に即したより効果的な施策を展開してまいります。大好きな八代のためにやるべきことは大変多くございますが、市民の皆様の期待に応えられるよう、任期後半も取り組みを加速化し、精一杯努めてまいりますので、議員各位におかれましてもなお一層のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。以上、橋本浩一君。ありがとうございました。5つの基本政策へのこの取り組みの熱い思いが伝わってまいりました。常にですね、社会情勢を捉え、新たな重点戦略も今後加えながら、これからも進めていかれるとのことで、八代市の発展のため、果敢に挑戦されている、その思いが伝わってまいりました。この2年間のこの事業としてですね、新庁舎の建設のみならず、環境センター、エコエイト八代の完成、それから稼働、市立病院の再編、学校施設の空調施設整備設置、18歳までの子ども医療費無料化などなど、中野市2期目のこのスピード感を持って事業が進んでいるのが実感できる、この2年間でございました。これからも国県市の連携をさらに強めていただきまして、そして職員の皆さんとともにですね、本市の発展に頑張っていただくことをお願いし、私の今回の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。